小沢良介は、日本の経営者。セラシオ社日本法人、セラチオ合同会社の最高協業責任者。クリエイティブディレクター、アートディレクター、インテリアデザイナーとしても活動する。家具、アート販売、空間デザインを、おもとする、リグナ株式会社創業者、取締役会長。その他、大手ラーメンチェーンの株式会社、高楽園ホールディングス社外取締役。 石膏大学客員教授。大手企業の空間プロデュース、空間コンサル、ブランディング等幅広く手がける。家具、デザイン、ビジネス等に関わる執筆活動も、精力的にこなし、次長3冊を出版している。1978年8月愛知県生まれ。1997年3月愛知、県立中村高等学校普通科卒業。 2003年3月明治大学政治経済学部経済学科卒業。明治大学在学中に個人事業として業務受け負い会社を起業。卒業後間もなく数名の仲間とダーツバーの立ち上げに参画。その際、内装を手掛けたことをきっかけに2003年、リグナ株式会社の前身、有限会社リックブレーンズを創業。代表取締役就任。 内装インテリア事業を手掛ける。その後、家具の EC への浸透の低さに着眼し、インターネット EC サイトリグナをオープン。都内に直営店舗のオープンに続き、自社家具ブランドのデザイナーとしても参画。2012年11月大丸福岡天神店のクリスマスイルミネーションをプロデュース。2015年3月、初の著書となる100%好き。 お仕事にする人生を出版。2015年12月2冊目の著書、なぜデンマーク人は初任給で椅子を買うのかを出版。引き続き、2018年7月には3冊目の著書、ライフスタイルデザイン、遊びと好奇心で設計するこれからの生存戦略を出版した。フジテレビの月9ドラマ、ガツの恋人、ムーンラバーズでは監修も手掛ける。 経営の手腕を買われ数社の企業顧問、役員も兼任。2019年6月株式会社、高楽園ホールディングスの社外取締役に就任。2019年11月、株式会社ベクトルの取締役 CBO を退任。2020年2月、リグナ株式会社の代表取締役会長に就任。2020年10月、 メンハンホールディングス株式会社によるリグナ株式会社の連結市会社化を機に代表権のない取締役会長に転じる。2021年5月、米ユニコーン企業、セラシオ社の日本法人であるセラチオ合同会社の最高協業責任者に就任した。2021年には、米ユニコーン企業、 セラシオ社の日本法人であるセラチオ合同会社の最高協業責任者となる。リグナの会社概要、アクセス、遠隔のご紹介リグナ株式会社リグナ CEO、www.rigna.jp2021 年5月26日閲覧、100%好きお仕事にする人生、日本実業出版社、 2021年5月26日閲覧。エンドロール、フジテレビ月の恋人、ムーンラバーズ、企業情報役員一覧、後楽園ホールディングス。hd.kourakuen.co.jp。2021年5月26日閲覧。リグナ株式会社が、メンハングループ入り。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン。 PR Times 2021年5月27日閲覧 AB インク、サンケイデジタル、セラシオジャパン、最高協業責任者に小沢良介氏が就任サンキビス2021年5月26日閲覧ありがとうございます